学部行ってみたいと思います。今日の長文ですが、段落は12個、そして設問形式この2つでございます。段落正常と内容1問題10問、これは全部いきますので頑張りましょう。さあ、まずは第1段落でございます。こちら内容1問題ですからね、設問の指示を一読していただいて、まずはこちらの A ですね、検討していただけるとよろしいかと思います。さあ、 A の前半でございます。大気汚染が悪い影響ですね、それをどこに及ぼしているのかということですが、まずは人々の健康、その話がこの辺りに書いてますね。大人に対しても子供に対しても痛みや苦しみを引き起こしていると。そしてそれだけじゃなくって作物への影響も書いてますね。それがこの辺りですね。そしてさらに経済への影響も書いております。で、それを見た最後の文章ですよね。経済的な問題だけにとどまらずと書いておりますので、選択肢 A は A が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。一読していただいた後、こちら選択肢 B の検討をお願いします。これは家の中の大気汚染と書いてますね。それを見た第2段落、線とこの辺りと言い換え可能ですね。田島さん、選択肢後半この辺りですよね。発展途上国と先進国との比較はなされておりませんね。ですから選択肢の B は B ということでよろしいかと思います。さあ、続いて第3段落でございます。一読していただいた後、選択肢の C の検討をお願いします。さあ、これ本文のこのピンクのところを見ていただけるとよろしいかと思います。読んでみると皆さん、行動することのコストに関して焦点を当ててるんですね。しかも short sightedly ということですから、近視眼的にものを見てると。田辺さん、その後ろまで読んでみると、このあたりですね、行動しないことの代償、皆さんこっちが見えてるということは、こっちは見えていないんですね。ですから選択肢の C の特に後半、その技術を使わないことに対する代償が見えていないと書いてますね。ですから本部と合致しますので、 A が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。皆さん、こちら注釈ついてますからね、それを踏まえて一読していただいた後、選択肢の D ですね、検討よろしくお願いします。さあ、皆さん、読んでみるとですね、45年かそこらの後ですね、約 4,50 年後ということでいいかと思いますが、亡くなる人の数が2010年のレベルの2倍から3倍に膨れ上がると、そういう予想が立ってるんですね。確かに皆さん、この辺りに書いてますよね。で、別に2010年には300万と書いておりますので、2倍から3倍。言ってることが合致しますので、A が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、第5段落でございます。皆さん、注釈2箇所ありますからね。こちらでございます。皆さん、これを踏まえて選択肢の E、検討していただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、これ文頭のティーネイジャーです。13歳から19歳、その人たちの話が書いてるかと言われたら、一応わかるのはこのあたりですね。ですから13歳から19歳までの話は具体的には記載がないので、判断できないと考えて正解は C ということでよろしいかと思います。セミさん、同じ段落でございます。今度は選択肢 F を考えていただけるとよろしいかと思います。これ選択肢4倍以上と書いてますが、本文読んでみると、こうどう考えても4倍以上じゃないですね。ですから本文と合致しないので、答えは B ということでよろしいかと思います。鈴木さん、第5段落の後なんですが、ちょっとこの設問の指示の一読をお願いいたします。鈴木さん、一言で言うと段落の並び替え問題でございます。鈴木さん、まず A という段落でございます。これが皆さん、第5段落の後に続くかどうか検討していただけるとよろしいかと思います。皆さん、読み始めるとこの辺りがヒントになりそうですね。 Dollar Figures の左側にザがついております。皆さん、ドルの話、お金の話はしてなさそうですね。ですから、これが一番最初に来ることはまずないんじゃないかなというところで、次の段落に行きますね。さあ、皆さん、 B でございます。これが続くかどうか一度検討していただけるとよろしいかと思います。これはですね、 Hard Figures、 これ先ほどあった段落 A、 The Dollar Figures、 それとつながりそうですね。
ジェームさん、第5段落の後に C がつながるかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、これもですね、 Dollar Terms、 お金の話ですね。ですから、どうやら C は B とか先ほどの A ですね、そことのつながりがありそうですね。さあ皆さん、段落 D でございます。これが最初に来る可能性が高いですね。念のため確認をお願いします。そこで文頭の These health problems、 健康の問題はこのあたりに書いてますよね。ですから一番最初に D が来そうですね。さあ皆さん、残った段落 ABC、 これをどういうふうに並べるのか、先ほどコメントしたところにちょっと線を引っ張ってみました。皆さん、A から B に行けそうですね。The dollar figures と正式名称で書いといて、これを最初に書いておくから figures。つまりこちらの表現を短縮してるんですね。ですから A、B とつながりそうですね。ただ皆さん、選択肢の A の the、 これがあるということは A の手前に dollar に対するお話、そういう表現があると考えられますので、もちろん CA の順番ですよね。ですから C を最初に持ってくると、それを受けて THE、 そして DOLLAR FIGURES を短縮してこれですね。ですから先ほどの段落 D の後は CAB ということで問題ないかと思います。さあ、第5段落の後 D の段落というところでちょっとこちらに戻ってきました。この D の段落を一読していただいた後、選択肢の G ですね、検討をお願いします。皆さん、先頭に日本の話はあるんですが、このあたりですよね、まあ、対応するのかなと思って一応落ち着いて読んでみるんですが、言及されていないので正解は C ということでよろしいかと思います。さあ、その後段落 CA とつながりましたが、この A の段落を読み終えた後、こちら選択肢の H ですね、検討をお願いします。さあ、選択肢前半でございますが、 The true cause air pollution、 それの話がこのあたりに書いてますね。そして H の中盤、 Can now be measured、 計測できるのかと思って本文検討してみると、これですよね、反映しておりませんということです。ですから実際に計測はできないので、正解は B ということでよろしいかと思います。さあ、先ほどの続きでございます。こちら B の段落、そしてその後に続く第10段落、ここには説も絡んでいないので一読だけお願いします。さあ、第11段落でございます。これを一読していただいた後、選択肢の I ですね、検討をお願いします。皆さん、選択肢の I のこの中盤ですね、リトルと書いておりますので、ほとんど価値がないと。で、価値がないかどうか確認してみると、このあたりですね。特に does reflect、 しっかり肯定されてますよね。ですから本文では肯定、選択肢では否定、異なりますので、正解は B ということでよろしいかと思います。さあ、最終段落、第12段落でございます。こちらと選択肢の J、検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、本文と選択肢 governments ということで共通点はあるんですが、しかもその政府が始める時間が来てますよ。つまり始めてもいい頃だ。ただ始めてもいい頃だとは言いながら、このウィルスーンですよね。すぐに始めるかどうかはわからないですね。ですから選択肢の J は C ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。皆さん、段落正常と内容1問題10問。で、皆さん、これをもうちょっと練習したいというんであれば、段落正常だったら早稲田。そして皆さん、内容1問題、これですよね。判断できない場合は C を選ぶと。その形式は立命館大学に出ておりますので、一度やってみるというのも一つの手かと思います。ということで、参考になさってください。